流骨座 AG 星は流骨座の構成である。高高度青色変更性に分類される変更星で銀河系の中で最も高度の大きい構成の一つとされる。太陽系からの距離はおよそ2万光年と遠く、通常は肉眼で観測することができない明るさである。見かけの等級は6.0から8.1まで不規則に変化する。 1940年6月1日から2010年11月23日までの流骨座 AG 星の高度曲線。上が明るく、下が暗い。日付はユリウス通日データはアメリカ変更性観測者協会から。流骨座 AG 星は1914年にハリーウッドによって変更している可能性があることが発見された。その後、 ハーバード大学展問題の写真看板から半世紀近い速攻結果をまとめたところ不規則に変更する変更性であることが確かめられた。変更性の分類はアニージャンプキャノンがスペクトルから白鳥ザピー星と似た天体であることを早くから指摘し最終的に LBV であるとされた。LBV は大質量性が ウォルフライエボシへと進化する途中の短い段階と考えられている。流骨座 AG 性は LBV の典型とされる。それは高度が太陽の100万倍を超える高高度、スペクトル型が O 型から A 型に分布する青色最大で幅に等級にも及ぶ変更、加えて窒素過剰な静襲成分の存在と LBV の条件を すべて高水準で備えており、しかも、典型的には七等星と見かけの等級が、LBV の中では、かなり明るくかつ、白鳥座 P 星と異なり現在でも、活動的で、流骨座イータ星のように特殊でもないからである。流骨座 AG 星は、LBV に特徴的な2種類の変更を示す。長期的な変更は、10年単位の尺度で、通常1等級。 大きい時はに等級近く変化する。短期的な変更は、およそ1年の比較的安定した周期で0.1等から0.5等変化する。この2種類の変更は重複して生じる。また、主に高度極小期に見られる微小な変更もあり、2週間程度の周期で0.1等程度変動し、これは白鳥ザアルファ型の変更と似ている。 明るさの変化に伴い、流骨ジー性のスペクトルも変化する。長期的変更の極小期には、ウォルフライエ製のスペクトルを示し、極大期には、早期の A 型超巨星のスペクトルを示す。これは、星の大きさと表面温度が変化していることを意味し、例えば1989年から1999年にかけての継続観測中に迎えた、極小期、 極大期では半径が太陽の50倍から500倍まで表面温度が 26000K から 8000K までそれぞれ変化したとみられる。LBV の場合、多くは変更に伴って放射高度が大きく変化することはない。流骨座 AG 製の場合は高度の変化が観測されているが、これは誤差の範囲に収まる程度のものである。 ハップル宇宙望遠鏡の光子や惑星カメラにが撮影した流骨座栄星、星。青春星雲に中心星からの構成風によって空洞ができている様子が見える。出展、ハップル、エサナサ1950年、ラドクリフ天問題での観測から、サッカレーは流骨座栄星の周りに楕円形の星雲状構造があることを発見した。この星雲は、 この1万年以内に、中心性から大規模な質量放出が起きた結果、形成されたものと考えられ、平均して秒速 70km の速さで膨張している。また、楕円の短軸方向に沿って、Z 状の双極構造があることもわかっている。赤外線では、熱いゴミから放射される、近赤外線は、ほとんど見られず、構成風により一掃されていると考えられるが、 より長い波長の赤外線で低温のゴミの分布を調べると可視光で見た星雲状構造と整合するような角状の分布を示すがもう少し円に近い形状をしている。電波でも同じような分布を示す。流骨座 AG 性を取り巻く星雲の組成を調べると窒素が過剰に存在し酸素は欠乏している。この傾向は内部の各融合反応が 区のサイクルとなっている構成から放出された物質であることと辻褄が合うが、LBV で予想される区の平行状態を仮定した場合よりも、窒素の過剰も、酸素の欠乏も低水準である。これは、流骨材エジー性で大規模な質量放出が起きたのが、まだ LBV へ進化する前の段階であったことを示唆する。また、可視光での観測から推定した星雲のガスの質量は、 太陽の4.2倍程度である一方、赤外線から見積もったゴミの質量は太陽の0.2倍程度となっている。一般的な LBEV の清臭物質におけるガスとゴミの存在比を当てはめると、ゴミの質量が太陽の0.2倍程度なら、ガスは太陽の15倍程度の質量と予想され、観測から求めたガスの質量との間に矛盾が生じる。このことも、 流骨材エジー性で質量放出が起きたのが LBV 段階ではないことの証拠の一つとみられる。ありがとうございます。